皆さんどうも、上田のフリーダムの上田でございます。ということで、ラジオ企画でございます。ラジオ第2弾ということでね、はい、始めていきたいと思います。今回はインスタのストーリーで質問をいろいろ募りまして、それに対してこう返信していこうかなと。うん、インスタの方ではもうすでに返信してね、いたんですけども、まあストーリーって一日で消えるやんっていうのでね、YouTube の方とかでも質問を返せていけたらなと思いやす。皆さんいかがですか？最近なんかね、雨続きでまた寒くなって、あれいつになったらこれ春来る、あれいつになったら夏来るみたいなね、かと思ったらあれ冬終わったみたいな感じですよね。体がよくわからん体調になってます。本当に本当に最近やべ。うん、まあまあと言いつつね、コメント返ししていきましょうか。じゃあこれ名前言っちゃっていいのかな、ね、わかんないけど言わない方がいいか。うん、一つ目、ズバリベースで暴れるコツはね、ライブとかでねベース持ってこう暴れるとか、動画撮影の時に暴れるとか、基本的にはそうね、あんまり意識してやってないってのが現状、現実で、楽しければうわーって暴れるし、楽しくなければ意外と自分棒立ちのこと多いです。まあライブとかになるとなんかね、リミッターポンって外れてなかなかこう棒立ちでやるときってのはないんですけど、基本的にはテンションが上がるから暴れちゃう、体が勝手に動いちゃうっていうのが、まあ、本当のところではあるのかなと思います。だけどなんかかっこいい、フォームであったり、こうやったらかっこよく見えるねっていうのはバンド練習の時とか、個人練習の時に鏡を見ながら、あ、この位置かっこいいねとか、この角度いいねっていうのを見ながらやってます。はいごめんなさいね。人生のターニングポイントになった出来事があれば教えてほしいです。これね、ガチンコザホルモンですって俺返してるんですけど、2つあって、一つが小学6年生の時に、自分東方神起好きだったんだけど、東方神起がこうバラバラになっちゃって、メンバー脱退みたいな感じになった時に、友達からマキシマムザホルモンいいよって言って、マキシマムザホルモンのブー生き返すっていう曲をね聞いた時に、電撃バレ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 って走って、そっからベースね、上ちゃんに憧れてベース始めてるので、2つかな、どっちもホルモンに、そうどっちもホルモンに助けられてます。はい、だから一発目がホルモン V 機械室聞いてベース始めたのと、ガチンコザホルモンを、ガチンコザホルモンに出演させてもらって人生変わって上京してきたみたいなところかな。はい、 NEXT、6弦ベース購入動画待ってます。絶対買う。皆さんこんにちは、うんですっていうね、彼を見て皆さん6弦欲しいって思ってるんでしょ、どうせね。俺はもう4弦しか弾けない体になってる。たまにね、その楽器屋でね、5弦を弾かなくちゃいけない、6弦弾かなくちゃいけない、さらに7弦を弾かなくちゃいけないっていう瞬間がまあ結構ありまして、うおーって思いながら弾いてます、いつも。うわー弾けねーと思って、なんか何なんだろう、やっぱ予言に対する愛というか、もう予言が好きすぎてここから離れる気は正直しないかな。まあでもね、人間の感性というか考え方というか好みは変わりますのでね、6弦買う日が来るかもね。はい、 NEXT、 上田さんのプレイスタイルが結局一番かっこいい。嬉しい限りだな。上田さんのプレイスタイルは、まあ本当にホルモンの上ちゃんから、レッチリのフリーから、
譲りでございます。はい、まあそう言っていただけるのがね、本当にやっててよかったなと思いますね。はい、ネクスト広島で待ってます。広島はガチで生きて、俺岡山出身なんで真隣なんですよね。しかも広島との県境に住んでるので、広島に行こうと思ったら40分ぐらいあれば車で広島に行ける距離に住んでたんですよね。だからめちゃくちゃ広島行ってました。福山とか尾道とかもめっちゃ行ってたし、だからね、改めてもう一回何年ぶりになるんだろうっていう感じですけど、行ってねライブしたいし、牡蠣食いたいし、尾道ラーメン食いてえしみたいな、感じかな。あとあれね、お好み焼きね、お好み焼き食べて、牡蠣が入ってるお好み焼き、牡蠣横あれ食べたいな、懐かしい。 NEXT、 破壊してきたベースの数って書いてあるけど、なんかすごいなんか語弊がありそうな、内容というか、自分から破壊してきたってのはそんなないと思うんですよね。例えばパーツ取りだったりとか、そのなんだ、壊れちゃったり、その意図的じゃなく壊れたり、一回あったのが、リハーサル終わっ、ライブでね、ライブする時のリハーサル終わって、よっしゃ弦変えようかと思って弦変えてたら、予言のペグがバカーンっていきなり吹っ飛んでいって粉々になったっていう思い出があります。だからね、壊れたってのはそれぐらいかな。でも意図的に壊したというか、こう部品取りとかね、パーツ取りとか、こうちょっと実験的にいろいろやってみたっていうのを考慮すると、まあ、10本ぐらいかな、っていう感じ。ドエス、はい、ネクスト。身長何センチですか？178です。はい、大きく見られがちなんですけど、意外と180ありません。はい、ネクスト。リズム練習等の基礎練などどのように行っていますか？メトロノーム練習とかももちろん、やってます。っていうのもあまり家で練習することってのが俺今は皆無なんですよね。放送配信等でやったりとか、まあ動画撮影、家で撮影するときにベース弾くとか、まあちょっとこうイベントがあるときに曲を覚えなくちゃで耳コピーしたりとかっていうのが基本的にはほとんどで、それ以外の練習っていうのは正直あまりしてません。で、何でこう自分を高めてるかっていうのはもう 100% セッションでございます。はい、ひたすらいろんな人と合わせて、人と人とのね、このリズム感っていうのを体感するうちにめちゃくちゃ上達してきます。身についてきます、体に。なので何なんだろう、基礎練って言えば、まあメトロノーム合わせてやりなって言ってる人すごく多くて、あ、まあ確かにそうなんだなってもちろん思うんですけど、俺はメトロノームより YouTube とかでね、ドラムトラックとかで検索するとひたすらドラムがこうビート刻んでくれる、やつとかもあったりするので、正直そっちで俺はやってます。でバスドラの合わせ方であったりとか、ハイハットの、刻みに対してじゃあベースどういう風に動かしていくかっていう、やり方、いわゆる簡単なセッションみたいなのを家ではやってます。だからそれが一番自分の中でも楽しいと思ってるし、身についてるなって感じはするので、やっぱこう実践型で自分はやってるかなっていう気はしますね。はい、ネクスト。ボーカル丸ってかっこいいっすよねっていうのがいただきました。ありがとうございます。ボーカル丸っていうのがうちのアースクエアっていうバンドのね、ボーカルの中丸ってやつがいるんですけど、丸かっこいいよねって、あいつねかっこいいです。めちゃくちゃ足長いし、身長バカ高いし、声いいし、ルックスいいし、ちょっと服がダサいっていう、まあね、アースクエア内ではギターのカヤとドラムの日陰がおしゃれ番長で、私上田と、丸が全くセンスがないっていうなので二人にわちゃわちゃ言われながら服着てます。まあ自分はね今この画面に出てる
なんだろう、オーバーなんていうんだったっけ、こういうのね、忘れたけど、これ着てるんで、まあライブ衣装に関してはオーバーオールね、オーバーオール、ライブ衣装に関してはオーバーオール着てるんで、なんかそこまで考えてはないんですけど、まあ例えば服とかね、靴、あ、服じゃない、靴とかね、うん、そういったところをもうちょっとおしゃれ気をつけれたらなってマジで思います。まあマルとはそういう話ばっかしてます。おしゃれってなんやろうなみたいなそんな感じ。 NEXT、 学生時代どんくらい練習してましたか。学生時代ね、マックスっていう言い方もあれだな、だから平均12、3時間、嘘かな、平均10時間とかかな、マックスで15時間16時間とかは全然あったから。でもなんか練習してるっていうよりかは、あのただただ楽しくて、そう、弾くのが楽しい、ベース楽しい、音楽楽しいってただ弾いてただけなんで、練習っていう感覚ではなかったですね。それが3、4年ぐらい続いたかな、3、4年ぐらいずっと10時間ぐらい、それそうだな、2年ぐらい10時間ぐらいやってて、あとの2年ぐらいはもう没頭して学校行きながらわーってやってました。俺自分不登校だったので、中学生の時に、そう、あの不登校で2年ぐらい15時間ぐらいっていうのを毎日やってました。はい、だからまあ練習ってよりかは楽しいぜ、これやるしかねえぜっていう感じでやってたので、うん、まあ皆さんもね楽しんでやりましょう。はい、ネクスト。友達が最近ベース始めました。かっこいい課題曲教えてください。ベース始めたってことは、まあそうですね、課題曲ね、本当に好きな曲をやればいいって俺はマジで思うんですけど、おすすめで言うとレッチリのダニーカルフォルニアかなって俺は思います。休符も学べるし、あの分かりやすいコードの動き方であるし、わかりやすくこう単純な曲でもあるので、正直イントロね、A メロとかのドゥッドゥッテドゥッドゥッテあたりの弾けるだけでちょっとお弾けたじゃんって絶対なるぐらいのこうかっこいいフレーズ、単純でかっこいいフレーズっていうのがあるので、自分はそれをおすすめするかなとか。自分は昔、一番最初にやった曲があのホルモンの上原太っていう曲だったんで、これは本当に参考にしないで大丈夫でございます。ということで NEXT、 かっこいいベースソロの作り方、これはぜひレッスンでお話ししましょう。一概に言えません。はい、これやったらかっこいいよっていうのがあればみんなそれやってるんでって感じですね。 NEXT、 ベース用のミニアンプおすすめ教えてください。もうねこれ一択ですって書いたんですけど、フィル・ジョーンズベースの X4Cでございます。家庭内で、弾く家用のベースアンプでいうと、あのピカイチでございます。はい、一番レンジが広くて、音が超綺麗、もう竿の、キャラクターがそのまんまアンプから出てきます。で Bluetooth つなげれたりとかもできるし、X4C っていうタイプになってから、ちょっとこうグレードアップしたんです。 X4 かな、 X4 っていうのが前のグレードだったんですけど、次のそのグレードアップした X4C っていうバージョンは、USB で電源供給が可能になりましたので、例えばモバイルバッテリーをつないでどこでも演奏ができちゃうっていうやべえアンプが出ました。ちょっと高いんですけど、そんなアンプってポポポポ買い替えるもんじゃないので、それ1個買っておけば最強じゃないかなと個人的には思います。はい、ネクスト。ベースの弦のおすすめって何ですか。これよく聞かれます。自分は、リチャードココの RC4F っていう104号のステンレス弦を使ってます。本当に個人差があるというか、人によって好みが違うと思うし、まあそもそも自分なんてね、スティングレイっていう結構変わったベースを使ってるので、自分の相性的には今のバンドのなり感的には一番これが合ってるかな。俺が一番気持ちいいと思ってるし、何より安い、弦が安いっていうのと、
長持ちします。はい、すごく長持ちします。あ、死んだなっていうのがかなり遅いと思う、うん、ティギリティンはマジでごめん、うん、システム音が出てくるのは、うん、よくなるね、よくなるね、こういうのがあるよね、うん、よくないんだよね、本当に申し訳ない、うん、っていう感じ。あ、ゲンの話ね、そう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 、まあゲンはそういったところですかね。だからまあ自分に合ったゲンを本当に探してもろてって感じかな。うん、基本的に、まあ、楽器屋の店員として言わせてもらうのであれば、ダダリオ弦を標準というか基準にして考えていただいて、そこから明るくするか暗くするか、コーティングがいいか、ステンレスがいいかとかっていうのを考えていただければいいかなと思います。そこで悩んだらぜひぜひ普通に DM ください。あなたのおすすめを一緒に探しましょう。はい、ネクスト。ベース始めてどれぐらいから耳コピーできるようになりましたか？なるほど。初っ端から耳コピーしてました。うん。とりあえず曲流して、それに当てぶり してみて、合ってるか合ってないかとかじゃなくて、とりあえずそれやるのが楽しかったみたいな。うん。音出せてるみたいな。っていうのが楽しかったから、初っ端から耳コピーしてました。はい。で、楽譜なんて読めないし、タブ譜なんて追い方わかんないしっていうので、うん、まあ今はすごくこう環境が整ってると思うんですよね。YouTube であったりとかネットがすごく発達してるので、簡単に楽譜とかタブ譜とか、まあいわゆる弾いてみたとかをね見て目コピーしたりとかっていうのがね主流になってるのかなって感じはするので、まあ当時耳コピーしてすぐ多分目コピーっていうのを始めました。うん、目で追って弾いてみた動画を見て目で追ってやってみるっていうのとか、 PV を見てあここら辺押さえてるなっていうのでやったりとか、あとはもう原曲通りじゃなくて自分なりにアレンジして入れることがほとんどだったかな。はい、っていう感じでございます。ネクスト。モチベください。これはベースに対してのモチベなのでしょうか。モチベね、ちょっとこれも書いたんですけど、基本的に音楽はね音を楽しむって書いて音楽なので、無理してやる必要は正直ないんですよね。やらなくちゃいけないからやるっていう考えを持って音楽を見ちゃうと、すごく面白くないことになります、音楽って。はい、例えば今こうねバックで流れてるこのコッペパンの曲をね音楽的に見てとかでやっちゃうと、なんか好きな曲もこう好きじゃなくなってきちゃったりとかするんですよね。いわゆるそういう教材みたいな感じになってきて、なんか俺あんまそういうの好きじゃないなと思うんで、好きだから弾く、好きだからこの曲カバーする、好きだからこの音楽こうリスペクトしてるとか、この人リスペクトしてるみたいな、うん、そういう話だと思うんで、とりあえず音を楽しみましょう。はい、楽しんでない人がなんか多すぎな気がします。今結構なんだろう、あくまで個人的な感想というか、うん、やらなくちゃやらなくちゃが先行しすぎて、あとこう技術技術みたいな、スラップできないと悪だぜみたいな、今のこのベース業界は正直俺は嫌いです。はい、なので音楽楽しんだもん勝ちで、うまいとか下手とか言ってくるやつはもうほんと無視しましょう。お前音楽楽しんでないねって思ってあげてください。はい、そんな感じでございます。ネクスト。指弾きのアドリブでよく使うフレーズがあれば教えていただきたいです。うん、プリングハンマリングと俺はお答えしました。結局ごまかしが効くってセッションとかやってる中で一番大切なんですよね。ベース楽器何をやるにしてもごまかしをうまく、できるかごまかせるかっていうところが一番大切だと思ってて、例えばミスをミスだと思わせない能力みたいなのってすごい大切なんですよね。っていうので、基本的にはじゃあどうやったらミスをミスじゃなくさせるかっていうところで言うと、やっぱこうハンマリングプリングを活用すると意外とミスって気づかれない、うん、空白をうまく埋めれるんですよね、プリングハンマリングを使うと。なので一回ちょっと多めに入れてみたら割と
アドリブでもうまく聞こえるかなっていうふうに思います。はい、まあスラップでも一緒ですからね、うん、っていう感じ。 NEXT、 安くておすすめのエフェクター何ですか。今ねエフェクターが高騰しまくっててね、まあ、楽器業界全体そうですよ。うん、エフェクターも安いエフェクターって本当全然なくて、唯一マジで安いまんまだなこのエフェクターと思うのがボスの ODB3 です。通称おデブさんでございます。彼はおデブさんは上がってもちょろっとしか上がんないし、上がっても安いです。はい、だし分かりやすくかっちょいい音が出るので、俺的にはとりあえず一発目これ買ってみるってのはありかなって思いますね。はい、ネークスコ。いや本当たくさんのね、たくさんのこうコメントありがとうございます。3時間ぐらいかかるかなっていうぐらいコメントをいただいて、そう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 、ありがたい限りでございます。はい、じゃあネクスコ行きましょう。バンドどうやって組みましたかっていうのは、どうやって組んだ、今のアースクエアで言うと、ギターのカヤは幼なじみで、ドラム日陰は、ガチンコザホルモンで一緒でした。でボーカルの丸に関しては、ツイッターで見つけました。めちゃくちゃうまいやつがいると思ってすぐ DM して、僕がやってる、フリーダムフェスティバルの、に来てもらって、一緒にセッション3回か4回ぐらいした後にバンド組んだっていう感じではあります。割と特殊かな、うん、と思います。まあそこら辺のね、バンドどうやったら組めばいいか、どういう風に探したらいいのかっていうのは結構個別に話した方が分かりやすいかなと思うんで、うん、これとかも全然 DM ください。てかレッスンとかでもね、話できればなと思います。はい、ネクスト。今使ってるスティングレイの値段とかっていう話なんですけど、借り物です。今私が使ってるスティングレイはめちゃくちゃ借り物です。買ってません。でボディがスティングレイ EX っていう日本製のボディで、ネックがステータスっていうオールカーボンのネックなんですけど、多分ボディよりネックの方が高いぐらいだと思う今、うん、だから値段で言うとボディだけで10万いかないぐらいかな、10万いくかな今だったら、うん、ネックだったら、まあネックも10万はいかないとは思うけど、うん、かなり高いんじゃないかな今物がないので、うん、っていう感じです。はい、ネクスト。何歳からベースやってる。小6から中1にかけて始めてるのでそんぐらいです。はい、13歳くらい、12、13ってことかな、うん、からベースはやってますね。さっき話したマキシマムさんホルモンを見て始めさせていただきました。はい、ネクスト。5弦ベースが入るギグバッグを探しているのですが、おすすめとかありますか。これもコメントで書いたんですけど、強立さんから出てる、安い1万2000円とかしないぐらいの安いケース、めちゃくちゃしっかりしてるギグバッグは多分5弦入ると思います。安くていいやつを探しであればそれが一番ベストかな。うん、普通にネットとかで強立牛ケースとかで調べると三角っぽいやつ出てくるんで、今分からなければまたそれも DM いただければなと思います。はい、すいません、トラブりました。はい、全然トラブったので申し訳ありませんちょっとここだけカットしてあげようかな。はい、グルーヴ感って何でしょうかというコメントが来たんですけど、これマジで難しいです。一概には言えません。僕はノリだと思ってます。で人には、人にしか出せない、ノリ感っていうのがグルーヴ、あと空気の動き、その場の空気の動きが明らかにうわこれグルーヴしてるなって思う時があるんですよ。そう、これマジ経験しないと分かんないかもね、うん、なんで経験してみましょう一回、うん、すげえね、セッションバーとかセッションイベント、俺がやってるセッションイベントとか行ったりとかしたらすげえグルーヴ感わかるかな。あと、うん、分かりやすく言うとマイケル・ジャクソンのドラマーの方がマイケル・ジャクソンの曲を叩いてる
映像があるんですけど、あのその人の動画見てください。あ、これがグルーヴかってなります。はい、あとジャミロクワイのドラムの方がジャミロクワイ叩いてる動画あるんですけど、あ、これがグルーヴかってなります。ぜひ見てください。はい、ネクスト。そうね、音作り関係のあれはもう基本的にね、あの結構いただいてるんですけど、あのバンドによってっていうのが一番大きいです。ギターとドラムとボーカルと相談してどの帯域に、ここを置いたらいいかとか、どの帯域はジョベースさん抜こうかっていうところを考えてやるので、うん、今はバンド基準で音を作ってます。はい、まあその家で弾くときとかであればまたちょっと違う感じになると、まあ自分が好きな音になるとは思うので、家でやってる方はもう好きな音でいいと思います。はい、ネクスト。5月からベースを始めるんですけど、初心者のうちにやってみたい、あ、やっておいた方がいいことってあったりしますか？ないですね。はい、楽しんでやりましょう。はい、ネクスト。ライトオンタイムが弾けないです、コツありますか？ライトオンタイムね、弾けないよね、みんな。俺も満足に弾けてません、正直。うん、ライトオンタイムは僕が、できたのって、まず8時間ぐらい1日練習したんですよ、ライトオンタイムを。ライトオンタイムだけを。で、指ぶっ壊れかけて一生弾けないぞと、半泣きで、諦めました。で、リアルに3ヶ月後ぐらいまでライトオンタイムのことを忘れて他の曲ばっかりやってました。で、あ、そういやライトオンタイムで曲あったなと思ってもう一回弾いてみると、すんなり弾けたので、そういうことかなって思います。はい、ね、指がこう動いてない、まだこう動いてない状態で難しい曲に、いわゆる限界突破した曲に挑戦すると弾けないっていうのは当たり前なので、徐々に段階をこうクリアして練習していって、それをやってみればいいんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあこれ最後の質問、これね、最後にふさわしい締めの質問でございます。好きなラーメンのスープは何ですか？うわ、締まるね、これ。ほんと締めのラーメンとはこのことかと思います。一番多分最初に質問くれた方ってことだからね、ありがたいというか、すげえ面白いよね。だから締めのラーメン、本当に何でも好きだけど、今俺が食べたいのは醤油かな。家系大好きだから家系超食べるし、この間千葉で食った、名前忘れたんですけど、背脂系の、背脂がとんでもなく入るラーメンがあって、その千葉じゃめっちゃ有名なんですって。そう、そのラーメン食って死ぬほど感動したので、俺的にはそれが一番かなって思いました。皆さんよかったら調べてね、千葉のソウルフードらしいです、食べてみてください。ということで、上田のフリーダムラジオボリューム2でございました。たくさんの質問ありがとうございました。これ定期的に開催して上田フリーダム、ラジオをしていこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、上田のフリーダムでした。さよなら。